皆さんこんにちは、わたがしです。今回のテーマなんですけれども、遠隔操作を利用して年間340万円買っている N さんですね。この方の遠隔エピソードをいくつかご紹介させていただこうかなと思います。で、まあ、パチンコ業界といえばね、闇が深いと言いますか、遠隔あるないとかね、出玉操作しているしていないと、まあ、そういう話題でね、ネット上で盛り上がったりとかしていますけれども、よく私の、パチンコの動画のコメントでも、パチ屋の店長さんだったりとかマネージャーさんから、あるいは元パチ屋の店長とかから、連絡をいただくことがあります。そういったパチ屋の店長とかマネージャーさんのコメントの中にもですね、やっぱり遠隔操作はあるとか、遠隔操作なんて絶対していないとか、まあそういうね、感じで割れていますので、真相は定かではないんですけれども、まあ今回ね、N さんのエピソード、まあ年間でねものすごく勝っている方ですので、まあ信憑性あるない別にして、エンタメ感覚で、この動画を見ていただけましたらと思います。で、まあ新しい部屋で撮影してまして、マイクも新しくしてますので、もしかしたら聞き取りづらい部分あるかもしれないんですけれども、ご了承ください。はい、それではですね、本題に入りたいと思うんですけれども、この N さんがですね、LINE に登録してくださったのが、12月の22日ぐらいかな。はい、それぐらいにね、私に LINE からメッセージを送ってくださったんですけれどもね、たくさんのね、メッセージエピソードを送ってくださいましたので、画面に貼ってですね、話していきたいと思います。まずは一番最初、こんな感じで送ってきてくださいました。挨拶はね、カットしてるんですけれども、近年毎年数字は落ち着いてきている感じです。今年は現在で340万円前後、買っていますということですね。あと一つ、綿貸さんに知ってていただきたいのが、私はパチンコのホルコン、顔認証システムなど一言で言えば遠隔操作やマニュアル操作を完全肯定していますと、もしそれらがないとホールの運営などは不可能ですとまで言い切ります。こんな私ですが、よろしくお願いしますということでね、一つ目メッセージいただきました。まあ結構カットしてるんですけれどもね。じゃあまず一つ目のエピソードを見ていきましょうか。私のいろいろあったエピソードを聞いていただきますかということですね。基本的に、LINE にいただいたメッセージ、まあこういうメッセージとかもいただくことあるんですけれども、全てを、読むということはありません。この人の話だったら YouTube で話しても良さそうだなっていう方だけ、抜粋してますんでね、そこら辺は安心してください。あれもこれも全て、使っているっていうわけではないのでね。はい、ではその1、十数年前の話ですが、 N さん2000枚入りましたよ、その台やめないでくださいって経営者の息子さんから言われて、すぐに2100枚出ました。〇〇市のどんどんっていうパチンコ屋さんでしたということでですね、はい、出る台を、言われたと、経営者の息子さんから、この台出るからその台やめないでくれよと、打ち続けてくれよと、でそうしましたら2100枚が出たということになりますね。はい、これがエピソード1ですと。で次、エピソード2ですね。初代のPガロで前の日に16万入れた台へ当日も10万円投入し、頭に来て店長に強い口調でクレームつけたところ、5分ぐらい事務所に入った後で私のところへ来て、その台続けてと言われ、そこからおよそ20回転ぐらいで6万5000発ほぼ連続の回収劇でした。これも操作ですねということです。まあまあまあ、エンタメなんでね、信じるか信じないかはあなた次第っていう感じでね、まあ信憑性があるかないかは別にしてね、はい、聞いてください。次、エピソード3ですね。ジャグラー打っててやめようと離席した時、スタッフにびっくりした顔されて、あーって思いコイン入れて、そこから2回転ペカリビッグ、またやめようとしたら隣の台を5分以上拭いてて、おかしいなと思いましたが、その台を示唆、10回転以内でペカリビッグ、〇〇店さんで起きた出来事ということですね。まあ、これに関しては、まあ、正直たまたまかなっていうふうに私は思うんですけれども、これがね、何回も何十回何百回と起こるようでしたらさすがに怪しいですけれども、まあ、数回ぐらいだったらこんなこと全然あり得ると思いますんでね、はい、ちょっとこれはまあ信憑性薄いのかなというふうに思います。じゃあその4とその5一気にいきますね。その4、同じくジャグラー、〇〇市の〇〇店さんですね。台移動しない方がいいですよとしがない店員さんから言われて、そこから4連すべてビッグ、5号機でしたということですね。はい、まあ、これは設定が入っているから移動しない方がいいですよって言った可能性もありますんでね、何とも言えないです。でその後ですね、〇〇市の〇〇店さんの上層部から普通に
ほぼ毎日特定の客およびその知人に設定が漏れていますということでですね、まあ、これは桜なのか内子に設定を教えているのか、買った分をね店長と山分けしているのか、そこら辺はよくわからないですけれども、そうやってねこそこそ話でこれ設定6だから打った方がいいよとか言っている店舗さんもあるということですね。はい、まあ、なかなかに少ないとは思うんですけれどもね。はい、その6、〇〇県〇〇市は〇ですっていうところですね。設定流し、遠隔できるのになぜ、私には分かります。出玉操作は必ずしも店長が行うわけではなく、第三者の判断をホルコンが認識するケースが考えられます。顧客管理をするデータベースから情報を読み取り、ホルコンが独自で判断して出玉調整するケースもあると考えられていますということでですね、こういったエピソードをですねご紹介してくれました。皆さん率直にこのエピソード6つ聞いていかがですか？コメントで教えてください。で、私自身もショート動画で遠隔はないよと、ただ出玉操作はしているよっていう風に、話したんですね。で、そうしましたらコメントでですね、いやいや遠隔なんて 100% あるわけないじゃん、出玉操作とかあるわけないじゃんというコメントがたくさん来たりとか、出玉操作とかできるんだったら釘調整する必要なんてないし、スロットの設定とかもはや関係なくないですかみたいな意見いただくことがあるんですけれども、私はそれはあくまでも口実だと思ってるんですよね。あるいは遠隔と出玉操作の違いなんてないじゃん、出玉操作と遠隔って一緒だよねっていう意見とかもいただいたんですけれども、私はグレーか黒かっていうところで判断しております。遠隔は黒、出玉操作はグレーという感じで、まあね、あの警察が介入しても、ギリギリセーフなのかアウトなのかというところで、分かれているんじゃないかなと思います。まあ、ここまで聞いて、あの何言ってんの綿菓子と、お前の言ってること意味がわからないバカなんじゃねえのと思った方もたくさんいらっしゃると思います。まあ、私の動画はね、本当パチンコの関係者も多く見てくれていて本当にありがたいことなんですけれども、まあ、それは自分自身の意見として、あの素直にね、思っていただいて構いません。まあ、ただやっぱり遠隔とか出玉操作の動画を出すと、まあ、一定数はね、先ほど言った通り遠隔なんてあるわけないじゃんとか、出玉操作するんだったら釘調整とかっていう、そういった話題にはなるんですけれども、残りの半分の方ですね、実際に私はね遠隔を体験しました、サムが外れましたとか、まあ、そういう意見もね、あの来たりとかしますんで、まあ、ここは本当に面白いところですよね。面白いって言ったらあれですけれども、まあ、パチンコ業界の闇が深い部分というか、まあ、パチンコ産業が完全になくなるまでは誰も知る由もないという感じですかね。はい、まあ、そんな感じで今回は N さんの遠隔エピソード6つご紹介させていただきました。何回も言うようですけれども、まあ、信じるか信じないかはあなた次第です。あのバカバカしいと思った方は私の動画、まあ、こういった動画もたくさんありますので別に見ていただかなくて結構ですし、興味を持った方は、YouTube のチャンネル登録していただいて、これからも視聴していただければと思います。で、この N さんね、今年は340万円ガチというふうに LINE に書いてましたけれども、去年はですね600万とか、買っているそうですので、まあ、かなり、腕は達者で、やっぱりこういった波とか、店のホルコンってわけじゃないと思うけれども、遠隔を利用したりとか、そういった部分で勝っている方ですので、まあ、一つ、参考にしていただければなというふうに思います。はい、というわけで今回のこの動画面白かったなとか、自分も出玉操作遠隔信じてるよっていう方はぜひともグッドボタンよろしくお願いします。で、あなた自身のエピソードがありましたら LINE から直接私に言っていただくか、もしくは YouTube のコメントで教えていただけますと嬉しいです。で、私 LINE アットやっておりまして、こちらにね登録方法3つ載せておくんですけれども、一番簡単なのは概要欄開いていただいて、上にあります LINE の友達追加リンク URL ですね、そちらを押していただけると追加することができますので、この機会によろしくお願いします。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。